最近簿記1級に合格し、次に税理士簿財は USCPA のどちらかを挑戦したいと思っています。小山さんならどちらを先に挑戦しますか。あの好きな方にしてください。マジで僕は USCPA です。はい、好きな方にしてください。仕事内容も全然違います。はい、なので何がしたいか、まあ、さっき言ってますけどね、何がしたくて、どういったことが自分が好きで、どういった働き方が自分が好きで、もうそういうのを考えて、あ、じゃあこっちの方があの実現しやすいよねっていう方を取ってほしいなと思います。30代前半でメーカー営業しているのですが、武器を身につけるため税理士を目指してます。今年簿記論を受験し、あ、院免で、5年で資格取得を考えてます。現在事業会社ですが、税理士法人へ転職、あるいは現在の会社の経理職での実務登録、どちらがおすすめでしょうか。アドバイスお願いします。あ、どう、俺もどっちもいいから、ご自身が好きな方がいいかなと思ってるんですけどですね、実務登録まで2年間かかりますけど、なんか自分の金銭に触れる方でいいと思いますよ。なんちゃキラキラしそうな方、まあ、税理士取れたらね、まあ、変な話こっちのもんじゃないですか。こっちのもんだから、まあ、現在の会社で、まあ、経理やるか税理士法人に転職するか、あのどっちがキラキラするかなでいいと思うんですけど、じゃあキラキラするヒントをくれっていうのであれば、もちろん今の事業会社で経理やるっていう意味では、その経理の、プロパーっていうかプロフェッショナルになるっていう意味で言うと、あのいい素材だと思います。いい題材というか、もちろん仕分けを自分で切る起こすっていうところもやるでしょうし、まあ、生産表資産表で、PLBS の決算書を作ったりとか、もっと言うと税理士との対応するっていう意味でも今の事業会社でできることだと思いますし、で一方で税理士法人だと今度自分がクライアント見る側になりますから、いろんなサンプル見れますよね。あ、製造業か、あ、コンサルか、あ、医療法人かとかって見れますから、まあ、どっちをしたいのか、自分が作る側になりたいのか、作ったのを見に行く側がいいのかっていうのを考えてもらって、まあ、そのオプション思考で言うんだったら潰しが効くのはどっちかなとかでもいいですし、まあ、あとは年収がいいのどっちかなとか、うん、そんな感じでちょっとリサーチしてみて、本当に好きな方でいいと思いますけどね。はい。31歳経理6年目会計限定ですが、子会社の監査役もやってます。お、すごいじゃないですか。今後のキャリアステップに迷ってます。何かアドバイスください。税務は苦手で税理士任せ、決算効率化、資産管理し、キャッシュフロー作成は好きです。応援はくつけたくて USCPA の検討します。あ、もうズバリ USCPA いいと思いますよ。会計も学べるし、まあ米国の税務なんですけど、米国の税務も学べます。あの日本とちょっと違うのでそこはあれですけど、おすすめしますね。なんかちょっと勉強してましたとかだけだと弱いと思うので、今の状況だけで言うとおすすめなのは簿記1級 USCPA で、めちゃめちゃフルコミットするんだったら日本の公認会計士、ただめちゃめちゃしんどいと思います。はい、ですかね。で、めちゃめちゃもっとライトにするんだったら簿記2級とかはおすすめですかね。はい、あと税理士とかも苦手って言ってる上でなので結構きついと思います。5科目5年ぐらいかかると思うので、このペースでやっちゃうとあんまりおすすめはしません。なので USCPA 結構おすすめで、簿記1級おすすめで、めちゃめちゃフルコミットするんだったら公認会計士税理士で、ライトに行きたいんだったら簿記2級ぜひおすすめします。